2010年1月、ある大手レコード会社がビッグプロジェクトを立ち上げた。それは浜崎あゆみ、倖田來未、大塚愛など多くの一流アーティストが所属する ABEX。 実はこの ABEX が今まで手を出していなかった分野がアイドル。そう、ついに ABEX が本気でアイドル戦線に殴り込みをかけたのです。日本全国で大規模なオーディションを展開。それが ABEX アイドルオーディション2010。応募資格はただ一つ、それは9歳から23歳の女子アイドルを夢見る女の子が全国から殺到し、応募総数は7000名を超えたのです。そして第1次から第5次の厳しい審査を経て、今年の6月12日に ABEX 初のアイドルグループが誕生したのです。山本真凛12歳です。12歳とは思えない大人びた歌い方をする山本と、いろんなことに挑戦していけたらいいなと思ってこのオーディションを受けました。計201名山本真凛さんですね。これはちょっとまずいですね。楽しみでしょうがないです。どういうパフォーマンスをしてくれるか、審査員にそのパフォーマンスが楽しみでしょうがないと言わしめた山本。ではここで彼女の第一次審査の様子を少しだけお見せしよう。ベイビー、どうしようもないほど悲しい時にはいつだって電話して。続いては30名の合格者を生んだ大激戦区東京。ここでも審査員が目を見張った逸材が。大激戦の東京からはもう一人、鈴木マリア10歳小学生。実は彼女、ある人と一緒にオーディションを受けに来ていました。もう本当に受かると思わなくて、そしたら鈴木マリアさん、みたいな感じになって、で受かって受かって、でお姉ちゃんが最後に選ばれて。最後の歌になります。鈴木ゆりやさん。姉妹で受かったので本当に嬉しいです。そのお姉さんがこちら、鈴木ゆりや13歳中学生。生かしてゆく。彼女に妹に対する思いを聞いてみると、やっぱり姉妹で合格するのが夢だったんです。ねえ、ちょっとどうしよう、わかんない、どうしよう、泣くの我慢して。BTV で1日1回私に投票してください。鈴木ゆりをよろしくお願いします。第9位はこの子、山本真凛12歳中学生、大阪会場。山本が語る今の自分に足りないポイントは、歌とダンスをもうちょっと自分でもうまくできたらいいと思うので、それ今からもうどんどんうまくなれるようにしていきたい。第4位はこの子、鈴木ゆりや13歳中学生、東京会場。妹と共に第3次審査に進んだ鈴木、ライバルとなった妹に宣戦布告。お姉ちゃんの実力をここでドカンと見せてやります。本音は私の方が可愛いと思う。もちろんです。ベスト3の前に、こちらがベスト10入りはならなかった11位から15位までの候補者たち。残りの投票期間で追い上げなるか。こんばんは、お願いします。こちらは姉妹でオーディションを受けた鈴木ゆりやマリアの自宅。いよいよですね。はい、もうドキドキです。投票結果上位10名が次のステージに無条件で進むことができるだけあって、姉妹2人にとっても大切な合格発表なのだ。果たして結果は。9、
8、7、6、5、4、3、2、1、0。そしてついに運命の瞬間が。鈴木ゆりや総合第4位。一方妹マリアはランキング外。そしてはい、こんにちは。山本マリン12歳中学生。第二次審査では審査員たちから素晴らしかった、ハイアベレージだよね、うん、と絶賛されていた彼女、果たして結果は。はい、ありがとうございました。いかがでしたか？不合格でした。悔しいんですけど、それをバネに頑張れたらいいと思います。携帯投票では結果が出ず、インタビューでは気丈に振る舞っていたが大丈夫？はい。続いては注目の姉妹で合格を目指す鈴木マリア10歳小学生。姉ユリアに続き合格することができるのか。合格するぞ、せーの、マリアが合格しますように。兄弟パワー、はぁー、すごい。何このナイスタイミング。もしもし。もしもし、エイベックスの布施と申しますけれども。おはようございます。こんばんは。こんばんは。三次審査不合格というような結果になりました。はい、落ちちゃった。嘘。え、嘘。何も言えないくらい、うん、マリアの分までね、絶対にトミングするからね。八坂さん、鈴木さん、ユニット1に選出されたのはこちらの8名。リーダーは最年長の八坂沙織。根性で頑張ります。この歌のグループに入れてすごい嬉しい。かわいい。いろいろ、はい、その自分の線が持ってる糸みたいなものがプッて切れる時があるから、はい、もうそういう時とかも本当になんかこう見ててかっくりくる。鈴木にライバルを聞いてみると、みそてるかちゃんです。同い年だし、選ばれるとしたらどっちかになるような気がして、半分だから負けたくないです。負けないです。今日はとにかく悔いが残らないように楽しんで、絶対合格します。自分たちで頑張ったわけだから。マリが落ちたからお姉ちゃんにパワーあげたから、だから絶対受かる。最後のメンバーは1番、八坂沙織さん。一方、夢破れた12名は、頑張りが足りなかったのかもしれない。死んでたくないです。死んでたかったです。顔見せられない。あの仲間たちも最初から泣いて最後まで泣きました。あれ泣きをした。